おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン、本日は、ピアニストの心の声、実況してみたー。すごい緊張する企画でございます。心があらがりになります。よろしくお願いしまっちょ。はい、というわけでね、今日皆様に何をお伝えしようか。そうです。まあ難しい曲の演奏中に、僕フォルテちゃんが、どんなことを思いながら弾いてるのかを、もう心の声をありのままに実況するといった企画となっております。今回実況する動画は、この前愛媛公演で弾いてきたラーカンパネラを実況したいと思います。ピアニストがね、弾くにしてもこのラーカンパネラ毎回緊張します。どういう風に緊張してるのか、なぜそこで緊張するのか、演奏する前は何を考えてるのか、次に引き出す音はどういうことを考えてるのか、そういうことをすべてあらわにしていこうと思いますので、皆様どうぞ覚悟をよろしくお願いします。これをね、聞いた後に皆様ラーカンパネラ弾くときには多分恐怖心でいっぱいになってると思いますが、それを皆様に伝える企画ですので、楽しんでいきましょう。それでは、再生したいなと思います。ドン。はい、まず注目してもらいたいのはこの手のダラーン。このね、ラーカンパネラ本当に弾き始めていいのかとね、緊張してます。弾き始めた瞬間に5分間はひたすら超絶技巧を弾き続けないといけないので、まあ弾き始める前はね、本当に心を落ち着かせて弾くぞと勇気を持って弾き始めてます。でね、その気持ちが落ち着いた瞬間に手を持っていって弾き始めます。はい、ストップ。まずね、この最初のね、ここね、ここ簡単なんですよ。そらそうだよ。オクターブで弾くだけなんですけども、ここのね、音をね、まずどういう風に弾くかっていうのね、頭の中でイメージして、本当に鐘がカン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 って鳴ってるような感じで弾けるかなと、弾くぞと勇気を持って弾き始めました。はい、ちょっとね、こわばってますね、表情。なんでか教えましょうか、皆様。なんでかっていうと、まずね、最初ここは簡単なんですよ。さっきも言った通りね。だけど、こっから、跳躍が出てくるんですね。この跳躍は、まあ、ハマるんですけども、ちょっとね、緊張してたらハマりにくくなるんですよね。今回紹介してる映像は、結構どちらかと言ったら心もリラックスできた演奏なので、結構ハマってます。だけど、メロディーラインがね、親指にあるんですよ、跳躍しながら。だからちょっとね、緊張して弾いてます。ずっとメロディーラインがね、親指にありますよね。いいですね。次ね、これ親指にあって、この後に、小指から、こういう感じの逆の動きになるんですね。この逆の動きの方が難しい！まあ、動きが出てくるんですね。じゃけんね、すっごいね、この2回目のこのタンタンタの方がね、緊張するんですよ。でもここが来ると、ラーカンパネラが本当にね、ここからどんどん難しくなるんだと、本当に思います、毎回。難しそうでしょ？難しいの！弾いてごらん。ここの時に僕は何を考えてるでしょうか。1、よかった、うまくいった。2、こっからもまた難しいんだよな。さあ問題です、どっちでしょうか。チチ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 、答えどっちもです。安堵した表情です。はあ、弾けた。だけどこっからさらにまた跳躍、今みたいな感じの間違いをやってしまわないかと恐怖心を思いながら弾き続けていきます。それでは見ていきましょう。ここ難しいんすよ。次、ここからまた難しいんですよ。跳躍がすごいまた多いんすよ。これもう毎回ね、もう
ガチャガチャみたいなもんです。うまくいこうかなって。まあ練習はしてるんですけどもね、緊張しちゃうとね、なんかもう頑張るしかないなと思っていつも弾いてます。やっぱね、ここはちょっとね、自信がないんですよ、演奏中も。だけどね、うまくハマった時にはね、もうすごい安堵の表情で弾いております。今回ハマりました。グッド。ここでね、一回落ち着きます。なんでかっていうと、最初にあった難しいところも一旦終わって、こっからさらにどんどん進化はしていくんですけども、難しいが発展していくんですけども、まあ一回落ち着けるポイントが必ずラーカンパ内にはね、あるので、毎回そこでね、気持ちをリセットして、もう一回そのまま弾き続けていこうっていう感じでね、音楽の流れを止めず、落ち着くように思ってます。でね、初めてここで出てくる、何が出てくるかっていうとね、まあ、左手にメロディーが出てくるんですよ。右手はこうやってね、ずっとね、跳躍を繰り返してるんですけど、左手が。初めて左手にメロディーが出てきます。思うのは、まあ今まで右手だったメロディーが初めて左手に移ったと。だからこそめちゃくちゃ美しく歌って、左手のこのね、少しメロディーが低くなったっていうのをね、皆様にアピールするために意識しながら歌を思い描きながら演奏してます。そうです、うまくいってる。ここでちょっと一回落ち着くんですよね。で、その後に来る、この同音連打、ちゃ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 、ここはね、まあ毎回演奏するたびに緊張するんですよ。ちょっとね、今回はうまくいったので皆様にお聞かせしましょう。同音連打難しいの。いい感じ跳ねてるね。右手が冴えてる。上がっていくよ。ここで一回完結します。だけどこのまま止まらず進み続けましょう。で、気持ちはね、前ほど落ち着かず、前回ほど落ち着かずに、そのまま向かっていくって感じです。このね、右手の同連打また難しい。こっからね、鬼の連打です。右手に注目されがちなんです。でも、このね、左手のね、この美しい音の部分を表現することに意識しながら弾いてます。もちろん右手難しいんで意識はするんですけども、そこだけをね、演奏することに注目せずに左手を歌わせるってことにね、注目して僕は演奏してます。ここら辺難しいんですよ。まあこのまま聴き進めましょう。いいですよ。この半音階も難しい。コロ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 、引っかかったら終わりやと思いながらいつも弾いてます。はい、ここのね、ここ右手だけになるんですよ、演奏が。じゃけんね、もうちょっと突然右手が止まったらどうしようとか思いながらいつも弾いてます。止まったことないんですけど、どうしようどうしよう。右手だけで演奏し続けるのでね、まあちょっとね、ここは結構ピアニストは緊張します。もう僕はすごいここは緊張してるけども、あの、思いっきし弾いてやろうっていう感覚で弾いてます。もうあの、間違いとか気にせず、もうここの部分までね、演奏してると最初の時の気持ちとは違って、もうこのままいい演奏をし続けてやるっていう感じの感情で弾いてます。だけどね、実際お家で練習するときは結構ね、緊張するんですよ。あ、大丈夫かなって言って思ってるんですけど、実際演奏中はもう興奮してるので、おりゃ聞いてくれ、一個一個の音全部聞いてくれっていう感じでね、演奏してます。ほら、緊張するでしょ、この右手だけ。はい、緊張します、緊張します。ずーっと右手が続きます。はいはいはい、こっからね、両手で入ってくるんですよ。まあでもね、このね、
ずーっとこのね、トリル響く、ホールにこの音だけが、ここね、ホールにね、たくさんのお客さんがいる中、僕が演奏してるこのピアノのこの音だけが響き続けるんですよ。結構シュールですよね。だからこそ皆様に見せるためにピアニッシモで訴えかけるように弾いてます。で、この後からメロディーが左手に来るんですよ。ここをどれだけ美しく歌えるかっていうのをいつもね、意識しながら演奏してます。じゃあ聴いてみましょう。ほら、いい感じ。歌ってます。左手がメロディーです。ほら、いい感じでしょ？みんなも意識して。で、次。こっからがまた難しいんですよ。このね、右手がね、すごい難しいんですよ。チャ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 、チャ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 、チャ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 っていうのをね、オクターブでやらないといけない。手首の柔軟性が必要なんですよ。俺は難しいでしょ？まあでもこの時は興奮してるのでね、ちゃんと弾けてます。で、左手もジョン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 って入っていきます。でもね、ここにね、今弾いてるときは、ここのことでいっぱいなんですけど、この後がすんごい難しいから、また難しい難しい言ってね、ごめんなさいね。この時にね、こっからどのテンポで行ったらかっこいいのかとか思いながら弾いてるんですけど、まあこっからがすごいね、賭けなんですよ。毎回賭け賭け言ってすいませんね、もう本当にね、運命なんですよ。この跳躍が両手で広がるから難しい。今結構ね、興奮してなかったんでハマらなかったんですけど、まあこの日は結構ハマりました。抜く、そうですよ、ここで一回注目集めてそのまま向かっていく。いいよ、こっから盛り上がり続けるよ。で、もちろん右手のもう意識してるんですけど、それと一緒に左手のハーモニー、こっちをちょっとね、一緒にハモらせながら弾いてますね。弾いてもらったら分かる通り、いきましょう。いくよね、進みましょう。非常に興奮してます。こっからも最後まで突っ走ろうっていうね、もう勇気を振り絞って全力で弾きます。もちろん安定した演奏も美しいんですけども、ラーカンパネラとかはこの後このまま盛り上がった方がもう大爆発で終われるので、僕はかっこいいと思ってるので興奮してますので見ていきましょう。こっから行くよ、スピード出していこう。で、上がっていくよ。ここからがまた難しいよ。からもう本当に行くぞ。いいテンポでしょう。もうこの時はね、もう何弾いてるか分からないですよ、自分でも。もう興奮してるので。決まった！で、たくさんの方から拍手がもらえて僕はハッピー。ラーカンパネラ演奏する際はそんな感じで僕の気持ち、皆様にね、お伝えできたかなと思います。いつもね、弾いてる時はね、すごいね、興奮してるので、今のような感情を言葉に出すことはないんですけども、今回ね、こういう動画を撮って皆様にね、僕の心の気持ちを伝えれてよかったかなと思います。この動画がね、面白いと思ったらまた次、他の曲でもやっていきたいなと思うので、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いしまっちょ！皆様ね、僕いろんなとこでコンサートしてるので、コンサート情報チェックよろしくお願いいたします。というわけで皆さん、ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、グッバイ。